日本東京都板橋区、大谷口親口は東京都板橋区の町名。現行行政地名は大谷口1丁目及び2丁目。全域で住居表示が実施されている。郵便番号は173-0035。板橋区の南部南端部に位置する。北で大谷工場町、東で大山西町、南で豊島区線川、西で。 向原と隣接する。町域の南辺をもって、板橋区都島区境を形成している。町域中央を南北に重層すると同境界に、東側に大谷口1丁目、西側に大谷口2丁目が並ぶ。住宅地の地価は、2015年1月1日の工事地価によれば、大谷口2から24から15の地点で37万5千円、平方メートルとなっている。 1559年の小田原州所領役長に所出する。新編武蔵風土気候では、上板橋村の商名として見える。1871年11月14日に、当該エリアが、浦和県から東京府に編入。1931年大谷口排水棟が設置された。1932年に板橋区大谷口町となる。 1957年より3年間に、幸い町、大仙西町、大谷口北町、大谷工場町、弥生町が分裂し、残った大谷口町と向原町の一部を合わせて、大谷口1.2丁目が成立した。1978年4月6日、東京都下で集中豪雨。石寺川が大谷口で氾濫、周辺地域も含め、 約200個が床上浸水、約850個が床下浸水。石神川湾曲地点の地形を表したものと考えられている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。長域に駅は存在しないが、以下の路線、駅が利用可能である。ありがとうございます。